まあ、やっぱりメダルを取るっていうことが一番目標だと思いますし、それが今まで応援している方々の恩返しにもなると思う。人生かけるべきだと思います。オリンピック本番の舞台で舞い上がれ西田。入った。日本男子バレーがアジアのライバル中国と激突。5月1日土曜 BSTBS 午後2時。